で塩つけます。新しい武器を買ってきました。こちら振動ドリルです。何個も開けるかの穴を開ける可能性があるので、2つ売ってて高い方を買ってきました。 D2 のおじちゃんに聞いていろいろ教えてくれたので、このコンクリートへの穴開けに振動ドリル、これですね。あとは振動ドリルなので振動を軽減させるかな。一番高いグローブ買ってきました。あのシアンさんの見て、シアンさんの見させてもらったらボコいっぱいついてたんですけど、こんないかな。一応あの振動用のって探したんですけど、どうだろう、プロテクトグローブ、その場所に売ってた中で一番高いやつです。衝撃を緩和するプロテクトを装備した安全性の高い手袋です、って書いてあるので、ちょっとこれでやってみます。あとはコンクリート用のドリル、こいつで穴を開けていきます。で、ホームセンターの人と話してたら8ミリの穴、8ミリのアンカー入れるのに8ミリのドリル使うっていうことなので、今回は8ミリでいきます。だけど、準備が終わりました。こんな感じで説明書をちゃんと読んでつけました。ハンドルを直角につけた、つけました。ここデップスゲージ、こんなのあるんですね。こんくらいの深さを掘りたいかっていう目安をここにで、これ以上掘らないようにということらしいです。じゃあこいつでちゃんと3箇所を締めてしっかりと固定するということで、できました。ではやってみたいと思います。
開けられました。かなりの音と振動が、結構振動がすごいかもしれないです。穴は本当1分くらいで開けてたと思うんですけど、その後手にちょっと振動が残りますね。なんかお店の人も5分以上続けてやらないでくださいねみたいな感じだったんで、これはかなり振動が手に残ります。まあ音もうるさいですし、こんな感じで開きました。手が疲れるな。穴が開きました。かなり手に負担がかかります。で、こんな感じにセッティングしてここかな。ここか。こんな感じで止めていこうと思います。これを。ここに入れて、あれ入んないじゃん。まあ3色しか入んない、全部。もうちょっと広げるか。割れちゃったよ。振動すごいんだもんな。じゃあもう一回ちょっと広げます。どうにすれば、振動があまりにもすごくて。
一本だけです。ではでは、頑張りました。はい、後日です。仕上げをしようと思いまして、この柵を外してますね。ちょっとこれは邪魔なので、一生懸命外しました。で、それから、前回やったように、止めていきます。ので、まずは穴を開けるところからですね。もうこれが本当に振動がすごくてですね、手も疲れるし、精神も疲れるし、大変な作業です。大工さんかな？こういうのをやるのは。もう本当に尊敬しますね。結構こう分厚い手袋を買ったんですけど、振動緩和って書いてある手袋だったんですけど、それでも結構、もう1個につき4つ穴を開けるので、一個だけでもうヘロヘロですね。もうやりたくないって思います。まあでもやらなきゃ終わんないので、しょうがなく、これは穴を開けていくところですね。で、穴の位置なんですけど、一個目はいいんですけど、三個目、四個目あたりから微妙にずれると、ナットが入んなくなって、アンカーですね。アンカーが入んなくなってしまうので、結構こう慎重に、どこに穴を開けたらいいかっていうのはやっていきましたね。で、穴を開けて、いざこう穴のチェックをしようとすると、中に溜まってるので粉が、で、まあホリホリしながらですね、穴を確認して。ここでいいかなっていうところでちゃんとやっていきました。で、8ミリの、アンカーで8ミリのビットでいいよって言われて、最初やったら全然もうきつくて入らなかったんで、一回9ミリでやってみようと思って、9ミリでやったら弱すぎ、広がりすぎましたね。なのでその後 8.5 ミリのビット買ってきて、やりました。でも多分本当一番いいのは、一番最初に列のおじちゃんが言ってた通り、8ミリの、ドリルで開けて、ちょっとこう、くるくるくるって回して、少しだけ余裕を持たせるような形が一番良かったかなって思います。なので、おじちゃんの言うことは聞くべしですね。で、止めていきます。アンカーの頭を打ち込むんですけど、こう簡単にこう入っていくんですよ。で、ある一点のところでちょっと止まるんですけど、そこもこうグッグッと、それ以降もこう押していくっていう感じで、で、そしたら中でしっかり開くっていう感じでした。はい。それで、柱を立ててみて、調整したりしてますね。これ3本だけなんですけど、結構大変でしたね。こんなに大変だとは思いませんでした。で、こんな感じでつけていってるんですけど、この柱がね、垂直にしなければいけないので、こうやって垂らして垂直確認してやっていくっていう感じです。で、ついてたネジだとステンレスでいいんですけど、ビットと合わなくて、私のビットとちょっとこう手で締めたりして調整してました。はい、そんな感じで、終わったらすぐに、柵を戻すと。うちの脱走犯が逃げてしまいますので、その前に柵を戻して、一応木はこの柵の上に2本こう並ばせる予定ですので、
柵はもう柱がついちゃえば大丈夫なので柱を戻します。はい、そしたら早速、柱を、柱じゃないか、横に走る木ですねをこう乗せていきます。で、こんな感じでステンレスのビッツで留めていきました。これは簡単な作業でしたね。特に難しいこともなく2本這わせて、ただこう平行になるように注意して、止めていくだけですね。もう柱ができちゃえば全然難しくもなんともない感じで、うん、いいんじゃないでしょうかということですね。2本這わすだけで結構こう変わりますね。これで30センチくらい高さが出たのかな。近所のおばさんが見に来ました。なにすごいじゃん、自分で作ってるのとか言って見に来てくれて話してますね。はい、こんな感じで出来上がりました。柱が3本と上に 1x4 だったかなの、木を横に2本這わせました。こんな感じです。だいたい30センチくらい上がりましたかね。以上です。ありがとうございました。